アンジェロ・オビンツェ・オグボンナはイタリアカッシーの出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ナイジェリア系イタリア人でセンターバックや左サイドバックでプレーできる。トリノ FC のユースに入り2007年2月のレッチーナ戦でセリエ A デビューを果たした。2007から08シーズンはセリエ C1 の FC、クロトーネーレンタル。2008から09シーズンは チェーザレナター・リーラの控えとしてトリノ守備陣を支えたが、クラブはセリエ B 降格となった。ミランも獲得に興味を示したが、2013年7月11日、同じトリノに位置する強豪ユベントスに移籍が決定。契約は5年間。しかし、不安定なプレーが多くレギュラーの座を勝ち取ることはできなかった。2015年7月、 ウエストハムユナイテッド FC への移籍が決定。移籍金は1100万ユーロ、契約は4年間。ウエストハムが6月10日にペドロ・オビアングを獲得した際、誤ってまだユベントス所属だったオグボンナの写真を掲載しており、1ヶ月後に間違われた本人であるオグボンナもウエストハムに加入することになった。コンスタントに出場機会を得ていたが2017年1月に、 負傷し膝を手術した。6月30日、ウエストハムと2022年まで契約を延長した。2018から19シーズンは、ファビアン・バルブエナとイッサ・ディオープにポジションを奪われたが、翌シーズンの序盤は、バルブエナからポジションを奪い返した。2009年8月、U-21 イタリア代表として親善試合に出場。2011年6月、 A 代表に初招集された。2011年11月11日のポーランドとの親善試合で途中出場し代表デビュー。2012年2月29日のアメリカとの親善試合では初の先発出場とフル出場を記録した。ありがとうございます。